大悟さんはじめまして、27歳女です。異性との出会い方について質問です。昨今の自粛生活で会食や SNS で出会う方法は、躊躇してしまいます。出産規模もあるため、今年恋人が欲しいなと思っています。自然な流れで出会う方法はありますでしょうか？私は大学病院勤務な看護師です。この先普通に働いてきてても自然に出会う方法はあるんでしょうか？将来は不安になってしまいましたってことなんですが、27歳ぐらいって結構それが起きます。やっぱり周りの人が結婚し始めたりとかして、まあ、よほど自由な生活をしたりとか、まあ、恵まれてる生活をしてない限りは、不安になっちゃうので人生を変えたい。安定したいって思うんですよ。ただはっきり言います。結婚をすること、そして子供を産むことってのは、おそらく仕事をして一人で生きていくよりも大変です。楽しさがあるし、人がいるから助けられるって思うでしょ。でも違うんですよ。実は周りにいつも助けてくれるはずの人がいるのに助けてくれないって結構きついんですよ。一人で悠々自適に生きてる時って、不安ってのはやっぱ自由の代償だからって受け止められるんだけど、もし結婚したりとか子供ができても不安になったりとか、旦那さんがすごい奥さんを大事だっていう風に言ってるような人とかでもそういうことが起きちゃったりとかするわけなんですよ。っていう風に何が言いたいかというと、何起こるかわからないんですね。だからその結婚したら安定するって思って結婚すると結構失敗する人が多いですね。実際に幸福度を調べる研究だと、結婚するのは別にいいんだけれども、幸福度にプラスのマイナスもないんだけれども、子供を作るっていうのは人生全体で見たらちょっとマイナスになります。でこれは子供がダメって言ってるんじゃなくて、子供から得られる喜びっていうのは子供を作ることによって抱えるマイナスの方がでかいって言ってるだけなんですよ。だから子供からしか得られない喜びっていう種類があると思うんで、それを得たいんだったら子供はいいと思うんだけど、結婚して子供を産めば安定、私はもうなんか専業主婦だけど OK だからっていう考えで結婚すると大抵失敗します。結婚に向いてる人向いてない人の違いはですね、人間関係とかにおける揉め事と向き合う能力が高いかどうかで決まるので、だからその対人能力っていうのを鍛えない状態で結婚すると大体失敗すると思うんで、まずそこからやった方がいいと思います。はい。大体ほら結婚してない人ってさ、結婚したらなんか安定するからいいよねみたいな風に言って、結婚した人に対してさ、なんかさ、いやあんたはいいよね、結婚して旦那もいるしって言うけど、いやいや結婚した方が大変なんだよ科学的にはっていうですね話です。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それではバイバイ。